サベルヌ、アルザス語、ザウェレイは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン。県西部、アルザスとロレーヌの境近くに位置する。ストラスブールの北西約40キロメートルにある。市内をゾルン川お及びマルヌオランウン川が流れている。サベルヌは、アルザスのボージュ山地から、ロレーヌの平野へと抜ける自然の交差路、コルド・サベルヌの戦略的要所を占めている。 ローマ時代、ストラスブールからメスへと通じるローマ街道沿いにトレス、ダバーネという名のローマの軍事駐屯地があった。これがサベルヌの基盤となった。8世紀にアレマン族が移住してから、サベルヌはドイツ語圏に組み込まれた。フランク王国時代のサベルヌはメス司教座に属したが、12世紀に、ストラスブール司教座に移った。1414 14年から、 フランス革命の起きた1789年までサベルヌにはストラスブール司教の邸宅が置かれた。一方でサベルヌは繰り返される戦争の焦点となった。14世紀から15世紀は100年戦争でイングランドとアルマニャック派の構想の場となり、1525年の農民反乱では半島たちの中心地となった。年戦争では幾度も 都市の所有者が交代した。ベストファーレン条約で、再びサベルヌは、ストラスブール司教のものとなった。1704年以降、ロアン家の司教校がサベルヌの城に教を定めた。不婦戦争後に、ドイツ帝国領となった。ドイツ軍が駐留するようになり、地元住民と圧力が生まれ、サーベルン事件が発生した。1944年11月22日。 フィリップル・クレール率いる第二気候師団によって解放された。ありがとうございます。